はい、どうも、しめじです。ドッキリ神回避2、3回目でございます。今回でなんとかね、クリアまで持っていきたいとは思いますけども、いけるんでしょうか。よろしくお願いします。ではスタート。カレーだね。カレーをどういうシチュエーションで、やっぱりキャンプなんだね。カレーといえばキャンプ、キャンプといえばカレー。ルーを手に入れたの？玉ねぎは持ってたの？釣り？ん？なんだこれ、タバスコ？取りすぎたらダメな気がするんだけどな。どうしよっかな。こいつにタバコスコ無理か。これなんだ？マッチ。アイテムがいっぱいです。やばい、取りすぎた。こっちは？こいつにタバスコ無理か。これなんだろう、何が入ってんだろう。肉っぽいな、肉っぽいな。こいつだから手で取るとか無理だからね、ちゃんとあれあれあげれないか。ちゃんと釣り竿を与えてあげたかったんだけどな。おかしいな。どうしたい。とりあえず玉ねぎを渡そうか。欲しがってるからね。切って切って、泣いてる泣いてる。ダメなのかよ。とりあえず玉ねぎを直接渡すと涙が出ちゃうのってなっちゃうから、釣り竿、うん、あれ？カレーのルー2個あんの？あ、違う、これチョコレートか。やべ。隠し味になっちゃうとこだった。どうしたらいいんだこれ。これ、あ、これだ。これでなんで人参出てくんだよ。まだ出てくる。じゃがいも出てきたな。何やってんだこいつは。釣り竿使えってお前。とりあえずゴーグルをつけさせてあげて玉ねぎを切る。これで完璧じゃない？あと人参とじゃがいもがいるんだな。よし、取ってくるわ。ね、あいつがなぜか川から取ってきた人参とじゃがいも、もうふやふやになってるけどね。ふにゃふにゃのやつを切って、人参も切って、そっからどうするかだな。お肉がいるんだね。お肉この中に入ってたもんね。お肉をあげて、素晴らしい、クッキングが進んでますよ。あ、手際がよろしいですね。ご飯とカレーのルー、カレーのルーはこっちだね。あるよ、ルー入れた。ご飯をなんとかしないといけないから、このマッチを吸って飯盒に火を、あ、そうか、薪がいるのか。薪な、お前何してんだよ。お前何してんだよ。遊んでんじゃないよ。これ見よがしな。これあるよね、ここに。これをあげて、メガネ君にあげて、キレキレキレ。すごいな、なんか増殖してない気が。怖い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 んだけど、怖いんだけど、止まんないんだけど、この子。もらって、気持ち悪いな、メガネ。これで、マッチですって。あ、やった、やっと止まったわ。よかったよかった。これでお米を炊くと。時間かかんじゃないね。赤子泣いても蓋取るなんてね。そして、ご飯ができたよ。完璧じゃないこれで。はい、どうぞ召し上がれ。ねえ、手際がいいな。美味しそうじゃないか。3人でキャンプに来たの？子供だけで大丈夫？保護者の方はいないの？心配だわ。がっつくな、この子がっつくわ。はい、平和だね。回避成功。素晴らしい、段取りがすごい多かったね。はい、飯まず回避、神回避ステージ29、はみ出し回避。何がはみ出しちゃうの？ランドセル。スタート、進む。このまま進むと石ころがあるからどけといて、トイレットペーパーを取っといた方がいいのかな。ちょっと先見とこうか。マンホールの蓋を開けるとまずいよ。戻せない戻せない。あ、戻せた、よかった。あ、ここ閉めとこうか。なんか来るかもしれないから閉めとこう。嫌な予感しかしない。オール100円、オール100円か。どうしようかな。なんだよこれ。あ、100円出た。100円出たんだけど、どうしようかな。これ閉められた、よかった。うーん、後ろが開きっぱなしになってんだね。で、バッサーって出ないようにするってことか。これでいけば大丈夫なんじゃない。もう過保護ですよ、ね、ゆっくりゆっくりゆっくりね。マンホールの蓋は開いてないからこのままいけるっしょ。ねえ、進みなさいよ。開けましたよ。何？何？なんで止まってんだお前は。え？トイレットペーパーを中に入れる？
入れた。あ、はぁ、何これ、無理だよね、なんじゃこりゃ。わかった、これあれだね、白線の上をはみ出さないように進むってことだ。それははみ出しだ。だから白線をつなげてあげないといけないんだね、これで。あ、ちょっと取らないで、取っちゃうと下に落ちちゃうから、さっきみたいにこのままトイレットペーパーを引いて白線を作って、めんどくさいなこの子。ジャンプしろよ。あ、そう、閉めてなかった、しまった。はい、これでいけるっしょ。もう超過保護だね、これで。オッケー、危ない、跳ねてくんのかと思った。で、この人が100円ばらまいて、あー、出ちゃった出ちゃった。あれ、これどうしたらいいんだろう。これ100円を入手した状態で先にこれで使っとくってのはどう。これで、あ、ほら、これで全部売り切れになるんだ。だからさっきのお兄さん出現しなくなるはずなんだよね、これで。で、これで行ってみよう。さあ、これでどうだ、売り切れだから。ほらね、ここでばらまかなくて済むから、このままゴールに突入と。オッケー、やりましたな、回成功だね。もう段取りが多いな。はい、他のステージ、神回避、はみ出し回避、オッケー、ステージ30まで来ましたね、行ってみましょう。逮捕回避、これも段取り多そうだな。はてさて、キャッツアイ的なね感じで来ましたよと。その辺とにかくタップして、なんだろうこれ、アンモナイト、これなんだ、葉っぱかな、それぞれの化石、三葉虫かな。この人の、あ、首飾りを取って手も取った、なん取りすぎな感じがするな。いる、警備員がいる。ここは厳重に守られているから無理と。アイテムがいっぱいです、なんか取れるんだな、あれが。どうしたらいいんだろうか。とにかく一回進んでみようか、このままね。進んでいくと、さっきの警備員のおじさんがいるから普通に見つかりますよね。それ見つかりますよね。逮捕されるわな。ダメだわな。徘徊失敗。あれ？でもヒントがないな。どうしたらいいんだ？ここを開ける。開けるのが関係あるのか。首飾りも、どうするか。あげれる？あげれない。あげれない。ここにも行けない。首飾りを恐竜に使うわけでもない。この辺の化石が何か関係あるのかな？こっちにも入らないしね。自分でも持てない。このまま進むとどう考えてもアウトだから、何かをしないといけないんだけど。これ電気つくんだよね、押したら。上、何もない。アイテム、なんだろうこれ。チーズかな。チーズを取った。サンドイッチか、これ。サンドイッチからチーズを奪ったの？なんで？なんかな。アイテムがいっぱいです。アイテムが、なんかあるのか、ここにアイテムが。ちょっと待って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 。チーズを戻したい。チーズをぜひ戻したい。首飾りを一回戻して、なんだろうこれ。鍵？鍵？鍵？これか？あ、いた！なんかあった。あー、警備員の服がここにあるんだ。じゃ、これを、着させていただいて、キャッツアイから警備員に変わりまして、はっ！危ない危ない、落ちる落ちる落ちる。これはどこに引っ掛ける？あー、取っちゃった。ここにかけるわけでもない。ここにかけるわけ。ここ。ここか。で、こっちから行けばいいのか。よし。レッツゴー。あ、上にもあるんだ。こっち側はなんだろう。ここにネズミちゃんがいて、ネズミが、あ、チーズ。使うっぽいよね、ここで。でも何にもないか、他には。このまま進むとまずそうな感じがさ、あー、降りちゃった。ここでチーズを取って、で、上に行って、で、ネズミにチーズをあげるとかどう？チュー！閉じたね。そしたら進めばいいのかな？進みましょう？いけいけ。こっそりね。こっそり進んで、ゆっくり行って、こっから、下の王冠を盗み出す。あれ？戻んの？
戻るの？え、なんだ？まだやってないことがあるってことか？おかしいな。警備員の人もあれだしな。多分この化石、あれ？化石だよね。化石を戻すか。こうして、あれ、なんか開いた、開いた。あれ、なんで？一回取って戻すと開くわけ？よくわからんが、なんだろうこれ。かぼちゃ、かぼちゃ、かぼちゃ、かぼちゃにすり替えるってことか。これで行ってみる。もう他に取れそうなものないよね。この首飾りをどうするかわかんないんだよな。使わないのかな。まあ、とにかくこの状態で警備員の格好してるから進んでみようか。バレないはずだよね。普通はバレるよ普通はバレるけどね。とりあえずこのままお疲れ様です。むむ、怪しい。お疲れ様ですね。ダメだな、この人は首だ。はい、で、あ、ここにタッチしろってこと？俺の手でいけるわけないよね。俺の手でいけるわけないよね。手か、手だ。これ最初に取ったやつだ。これだ。これを手で入れ、これでいけんの？でもいけんのかな。なんでこれを登録してるのかよくわからないけど、これでいけたじゃん。え、これ取っていいの？取っていいのかな。イエーイ、やったぜ。なんか変なボタンがあるけど、そらそうだよね、そうなるよね。あれ、まず鍵を取るじゃない。鍵を取って、鍵をここに使うでしょ。でロッカーから警備員の服を出してきます。で、着てから、で、ここにフックがあるから、これを使って上、開けとくでしょ。で、これ使うでしょね。で、この化石を一回取って戻すのか。あ、違うな。あ、並びが違うから、これを並び通りに返せってことだ。なるほど。あ、もともと置いてある位置が違ったんだ。で、かぼちゃをゲット、なぜかして。で、腕を取って、よくわかんないけど、首飾りを取って、これで一回進みましょう。進んでいって、で、この石像のミロのヴィーナス的な、これの腕を使って、怪しいものではございませんよ。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、行きましょう。で、手を使って、このセンサーを解除して、解除しましたね。で、このまま取っていくと、さすがにバレるから、これ地図取っといて、こっから上に行くってことかな。ね、戻りましょう。ね、その歩き方じゃなくていいと思うんだけどね。はい、戻ってきたぞ。これで上に進んで、で、チーズをあげる。チュー！で、進んでいこうか。で、進んできたけど、こっからどうするか。こっから下に降りないといけないよね。あ、わかった。これ回収だ。うん。で、こっちで使うんだよ。これで降りれんじゃん。降りなくてもいいよね。これで釣り上げて、そうそう。で、このまま行くとまずいから、かぼちゃを代わりにってことじゃない？ほら。ほら。で、上で、なんかこう、センサーが発動してんだけど、かぼちゃを置くことで、オッケー。で、これで戻ろうよ。おっ、ウキウキで戻ったね。ウキウキで。ウキウキで、ヒューン。はい、捕まった。しもた。なんだ、最後何が悪かったんだ。で、この状態でウキウキで帰ると捕まっちゃうから、センサーを発動。ちょっと待って待って。なるほどね。窓から、すげえかっけ、窓から逃げ出して、無事脱出と。はあ、大変だったなこれ。これでも難しいよね。でも結構パズルゲーム的な感じがあるから面白いね。はい、回避、神回避、オッケー。30まで来ましたよ。わっ、ステージ31、これラストですね。行きましょう。ドッキリ神回避。
ケー神回、これあれだよね、ワンの時もあったけど、そうそう、最終ステージに避けながら行く感じなんだと思うんだよな、ぶつからないようにしてゴールまでたどり着こう、こうだよね、いきなりアクションゲームになるんだよね、ぶつからないように、あ、ハートを何かにぶつけたらゲームオーバーだよ、ハートを守ればいいんだな、よし、ハートを守ればいいんだ、いったん避けてみようじゃないよ。そうなんだ、ワンの時もそうだったけど、これ結構難しいんだよね、覚えていかないといけないから、ギリギリで、そうそうそう、ギリギリでこう避けるんだよ、危ないわ、これきついね、ハートだけ見とこ、ハートだけね、ね、これ皆さんがね、今までの皆さんが、おばちゃんたちも出てきてるんだけども、私はハートだけ見てますよ、ね、時期をしっかり確認しとくっていうのはね、シューティングゲームの基本ですから、危ない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 、これ端っこ行っちゃって大丈夫かな、次が回避がやばいんじゃないかな、クラゲきついわ、クラゲきつい、クラゲきつい、これクラゲどいてもらって、でっかいマンボウなんかいたかな、マンボウなんかいたかな、これすり抜けられるよね、はい、懐かしいですね、これ大丈夫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 、ここ難しない、あ、どいてくれた、どいてくれた、中間地点に当たった、くそ、よし来た、危ない、中間地点を越えましたよ、車怖いわ、危ないって、危ない、っこれ越えた、中間越えた、でこれギリギリで回避することで点数が上がるみたいなんだけど、あ、中間地点をこっちから回避していくっていうのはどうだい、左側から、これで車が来ちゃうのか、大丈夫か、いけるいける、左行く左行く、左ずっと左セーフ、左ずっとセーフ、左ずっとセーフのはず、左ずっとセーフのはず、何これ何これ、どうやって行くの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 、ちょっと待ってちょっと待って、無理だって、あそこで真ん中行っとかないといけないのか、もうちょっとだよ、もうちょっと、中間越えた、こっからこっからこれが難しいんだよね、ここから右に行きたい、真ん中に行っときたいんだ、真ん中に行っときたいんだ、ゴリラを避けつつ、バナナを避けつつ、ここで真ん中、ここで真ん中に、いたんでだよ、ここだ、ここ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 、いけたいけたいけた、あと少し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 、頑張れ頑張れ俺頑張れ、もうちょっとだ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 、エンドだ、エンドにもぶつかっちゃダメなはずだ、これでこれでいったんじゃない、何回やり直したことか、はあ難しい、ワンの時もそうだったけど、ワンより難しいじゃないかな、この最後のアクション、はい、というわけでこれで見事クリアだ、 OK Thank you for playing、 いやー面白かった、ワンもそうだね、ワンの時よりこうパズル的な要素が強くなってて面白かったですね、はい、では皆さん、ぜひぜひやってみてください、しめじでした、ご視聴ありがとうございました、バイバイ。